さあ、はい、当選確実のを受けて街の声が入ってきました。見てみましょう、はい、うん、やっぱ経費の見直しとかですね、はい、まずそこからやっていただいて、はい、素晴らしいオリンピックにしていただきたいと思います。保育士してるんですけど、なんかその待機児童とか保育士の待遇とかがちょっとなんか変わってくれればいいかなと思います。女性のなんだろう、就職においての権利とか、お給料が男性とは違うとか、そういう女性との格差、女性と男性との格差があるところがをなんか詰めていってほしいなって思います。そうですね。もう一つ、はい、東京が抱える大きな問題点の一つは豊洲の新市場です、うん、いや問題ないですという声がある一方で、うん、いえいえ土壌汚染問題がありますよ、アクセスが悪いんじゃないんですか、周辺整備の問題どうですか、一方築地の跡地利用はどうなっていくんですかということで、築地に関して非常にこうそれこそ海外向けにも大きなパワーを秘めた重要プロジェクトですからね、うん、他の候補の中には、まあ、移転ストップまだ間に合うというような声もありました、うん、さあこの築地移転問題です。三國屋さん、どんなふうにご覧になってますか、はい、ストップはもう難しい、難しい、うん、ね、だからあとはだからその不明な点が多すぎますから、そこをどうやって、つまり新しいところどういうふうになってるのか、これもね利権絡んでると思いますよ。それから今の築地をどうするかってプランが全然見えてこない、これ ね、 ねやっぱりねみんな不安があってますから、そういうところをやっぱり全てクリアにして、なんかね一つ一つごまかしていかないで、うん、全部一体としてやっぱりきちんとね、それこそ松田さんように議論できる、うんうん、そういう形にしないと、うん、今のまま進んでかれるとちょっとかなっていう感じはありますよね、うんうん、そういう意味で言うと、先ほど最初のインタビューにも出てきた、まあ、小池さんが利権問題にどこまで透明化で挑めるのかというところですよね、うんうんうん、さあ西田さん、はい、いかがでしたか。なるほど、まあ、今の問題に関して言うと、中の設計が適合するトラックの止められない形になっているとかですね、まあ、いろいろ問題があるなんていう話も聞きますね。でだから、まあ、そのような意味においても難しいところなんですけど、これご自身が始められたことではないので途中引き継いでいくわけですよね、うん、 そうね、まあ、そんな難しさもあるなとは思いますね、うん、はい、さあこの時間までお伝えしてきましたが、まもなく番組もお開きとなりますけれども、はるかさん、ね、政治ウォッチャーとして数々の政治家の皆さんとお話ししてきた中で、小池百合子さん都知事の資質について今お三方、ね、そして西田さんからもお話ありましたけども、どういう部分を最後に期待しますか。そうですね、まあ、でも透明化という話が今回たくさん出てきたので、どこまでその透明化を図るか、そしていろんな話、いろんなアイデア出されてきた、この選挙戦の中でも出されてきた、どこまで どれぐらいのスピードで実現されていくのかというのがすごく気になりますね、うん、松田さん、やっぱり東京都庁というのはものすごいでかい役所ですからね、うん、私知事一人だけが踊っても変えられないと思うんです、うん、ですからいい副知事、特別秘書、あるいは局長さんクラスね、特に政策局長みたいなところは本当に選んでですね、うん、チームを作って、それで議会とも対応する、まあ、こういうチームプレーもね、リーダーシップとチームワーク両方必要ですから、やっぱりいいスタッフを作るってことは重要だと思いますね、うん、田中さん、だからその意味で言ってもやっぱりそのステイツマンとしてのこれからの東京のあり方が日本のあり方だから、うん、哲学があるのか、そしてそれを行う覚悟がどのくらいあるのか、うん、というところが問われるということですね、うん、今日は皆さん遅い時間まで本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。まあ、東京都市のチェックは東京 MX ニュースと、そしてモーニングクロスもしっかりやっていきますので、ぜひ明日の朝7時からはレギュラー放送でモーニングクロスありますので、はい、ぜひこちらの方もご覧ください。それでは皆さんおやすみなさいですよね。お疲れ様でした。